どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、第36回東海地区年代別ボウリング選手権大会の連コンディションで1ゲーム投げてみたいなと思います。今回の連コンディションですけども、オイル量30で長さが、43フィートなんか言うの逆になっちゃいましたね。まあいっかでね、対比は1対4ということで、まあ1対4って言ってもね、外が結構曲がりやすそうな感じがしますので、そこまで難しくない感じかなというふうには思いますけども、オイル量多いのがね、まあちょっとポイントかなと思います。で、今日投げるボールはインサイトで、こちらのボールなんですけども、以前和歌山グランドボールに持っていくためにちょっとサンディングしたんですけども、それ以来何も触ってないのでね、まあ、このレーンコンディションでちょっと曇らした状態のインサイトに投げたらどうなるのか、皆さんね、ぜひご覧いただいたらいいかなと思います。はい、それではね、早速1ゲーム投げてみたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではね、早速1ゲーム投げてまいりたいと思いますけども、今回のレーンコンディションはね、1対4ですから、まあ、そこそこ難しいですけども、私クラスになるとね、まあ、230点は軽いですからね、まあ、230点出なかったらもうここまでゴーゴーしたからには、このアンパンサイダー一気飲みしたいと思いますから。はい、それではね、まあ、早速1ゲーム投げてまいりたいなと思います。エビフライはソース派ということで、ほとんどの方ね、ソース派だと思うんですけども、そんなことない、私だけ。タルタルソースがね、私食べれなくてね、やっぱエビフライはね、ソース派だと思うんですよね。はい、じゃあまあね、そんなことはどこでもいいですよ。ちょっとボーリングに集中してまいりましょう。はい、じゃあいきますよ。はい、ちょっと中目投げていきます。はい、しましょう。どうだどうだどうだ、やりすぎた。おお、危ない危ない危ない、20なりかけた。いや、中目使うっていうのもね、なんかね、まあ、外ね、若干こう持っていかれるような感じがするんですよね。まあ、はっきり曲がらんというか、なんかそんな感じがするんで、かといってね、ちょっと外使って、外のしっかり曲がりを監視で投げようとすると、ちょっと打ちこぼれた時とかに、打ちミスが、まあ、効かないというか、効きにくいので、まあ、ちょっとね、中を丁寧に転がしてる方が、まあ、なんか、いけそうな感じがするんですよね。まあ今みたいにね、まあ、手前でゆっくり転がしてあげたら、やっぱ外のね、はっきりとした曲がりを感じるんですけど、もうちょっとやっぱ丁寧に外に転がすっていうのかな、まあ、ちょっと転がし気味に外に膨らませていってもいいのかなという気はしますけども、うん、まあ、絞るっていう感じでもないですね。やっぱ43なんでね、そんなに長いわけでもないですから、まあ、ちょっと外に膨らんでも返ってくるようなぐらいの丁寧の転がし具合で投げていきたいと思います。はい、いきましょう。こんな感じかな、こんな感じかな。うわー、マジかー、7点。いや、ちょっとやりすぎた、ちょっと中から行きすぎかな。いくらなんでもなんかちょっと流されてるよね。いや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 、あそこまで豪語して230点いかへんのはほんまダサいよね。本当にちょっと本当やばい。あー、まあ当然取れへんもんね。いやー、ちょっとまずい、ちょっとまずいね、ガチでまずいよ。2フレね、オープンするとね、なんかあんまいい点数ならへん気しません？結構2フレってね、落ち込みますよね。1フレのミスの方がなんか気が楽。あー、まあそんなことどうでもいいや。最終的に何点になってるかっていうのが大事ですからね。そう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 、何を言ってるんだプロボウラーなのに。はい、よっしゃ、いくよ。ちょっと中すぎる、いくらなんでも、うん、ちょっと縦目にしていこうかな。ちょっと縦をイメージしながら、うん、転がしていこう。はい、じゃあ参りましょう。いくよ。どう、こんなもん、こんなもん。うわ、天ピンが飛ばない。今のは天ピンはね、ちょっと角度悪かったな。いや、ストライク出ないよこれ、マジ。ちょっとオイルに蹴られてる、やっぱり。ちょっとまずいよ。はい、オッケー、よっしゃ、いいよ。いいんですけども、いや、あのオイルの中入れるとちょっと蹴られるな。蹴られるからどうしていこうかな。今の天品だって飛ぶ気配のない天品やもんな。その前はちょっと薄めに蹴られて、もうちょっとオイルの薄いゾーンをちょっと投げていきたくなる感じ。よっしゃ、じゃあちょっともうちょっと縦目に、もっと縦目に投げていこうか。なんかどん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 外に生かされてる気がする。まあしょうがないね。はい、じゃあちょっともうちょい外目を投げてまいりましょう。はい、縦
ス位置も全然違うやん。そんなアジャストで大丈夫？笹田大丈夫でしょ。笹田はプロボーラーですから。はい、参りましょう。はい、だいぶ立てました。大丈夫、よし、 OK、 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 OK。 こっから、こっからですよ。やっぱピンの飛びが変わったもんね。うん、変わったけども、あれでね、まあ、あのライン、まあ、10枚目をちょっと右に向けるっていうぐらいのイメージかな。うん、そう、ちょっと狭めに投げてます。こっちの方が、まあ、オイル量的にもやっぱそれぐらいで投げた方がこのカバーには良さそう。はい、いや、その前230点超えんの、これ本当まずいよ。だいぶまずい。ちょっと焦りよ。ここストライク出へんかったらほんまにヤバくなってくる。あとオールウェイじゃないとあかんもんね。はい、行きましょう。ちょっと出たけど、ちょっと出たけど飛んで、よし、 OK、 よしよしよし、いいよいいよ。ちょっと立てめてちょっと縦回転に絞っての外。うん、最初はちょっとやっぱオイルを使いすぎてたね。使いすぎてた分、なんかこうミッドエリアですごいこうちょっと右にボールが持っていかれる感じがすごくするんですよ。で、奥のピンが飛ばんみたいな、なんかそんな感じがしたので、もうちょっとオイルの薄いゾーンを投げたくなりました。まあ、こういうのって感覚の問題なんでしょうね。感覚の問題で、まあ、カバーストックとオイル量のこの感じ、相性な感じ、そんな感じがします。はい、じゃあ参りましょう。はい、よー、あ、これもいいでしょ。これは抜群に、これか、うわー、まずい、まずいよ、まずい。もうこっからオールウェイしかないんじゃないの。オールウェイしかない。いや、ワンダボしてるから、いや、でもまだまだチャンスはあるんか。チャンスはありますね。とりあえずもう絶対このスペア落とせないね。よし、最後まで、最後まで続けます。もうそれがプロボーラーです。よっしゃ、 OK、 はい、問題ない。よっしゃ、問題ない。なんか早々に230点いかないことが決定してしまいそうな雰囲気になってきた。それはまずいよ、それは。いやー、今ちょっと惜しかったな。もうポケットへの入り方がそんな良くなかったな、今のもな。うん、私の感覚間違えてんのかな。まあ、でもなんかこのライン取りぐらいでちょうどピンが飛んでくれそうな気がするんですけど、ちょっと回転横向いちゃったかな、その分かな。まあ、ここからちょっと集中してまいりましょう。はい、じゃあまいりましょう。いいんじゃないですか、これは。いいんでしょ、うわ、いいんじゃないですか、これは。いいんでしょ、うわ、いいんじゃないですか、これは。いいんでしょ、うわまずい、もう決定しました早いこと勝負ついてしまったな。マジか、マジか、もうショック、もうダメ。あ、そういや、もうこっから僕はどういうモチベーションでやったらいいんですか、この動画あー、まずい。そうか、あれでも飛ばせられないか。まあ、ちょっとなんか奥ちょっとダヨンとしてますもんね。いや、もうちょっと切らさなあかんな、ちょっと。いや、このライン取り失敗したんかな、もうちょっと外でもよかったんかな。ちょっとあの辺にこだわりすぎた。いや、もうちょっと外出てみようかな、もうどうせやったら。もう、いや、ミスった、ミスった、ほんまにミスった。はい、行くよ。これぐらい、うわあれでも飛ばんの嘘でしょ、あんだけピン飛んできてんのに。マジ、マジですか、今日はどういう感じこれ。ほんまにあかん、ちょっと壊れてきた私。マジで230点はいけるやろうと思ってたら、嘘でしょ。いやー、
この展開はちょっと想像してなかった。いやもっといけると思った。普通にまずい。これはちょっとあかんよ。プロボーラーとしてあそこまで笹田クラス、私クラスって言ったのに、もうね神々がびっくりするぐらいのもう私クラスですよ。いやーこれはちょっと笹田クラスというとなんか程度低いみたいな感じになってしまうやんこれ。いやーまずい。ちょっとここからはさすがにちょっとプロボーラーの位置見せつけましょう。いけるでしょ。ああ来た来た。やっぱね、やっぱあの道中のね、道中がやっぱりちょっと滑り持ちすぎると奥のピンがね飛びにくく感じず、ね、10枚ぐらいを上げた時はすごいこうねミッドエリアがこう滑ったんですよ。で奥のピンがやっぱりこう跳ねないというか噛み切らないというか、なんて言ったらいいかな、そういうの。でも8枚目投げたら今ねすごいミッドエリアが噛みました。はい、じゃあ参りましょう。あーこれは違う。あー最後はスーパー内田さん、最後はちょっとスーパー内田さん。あーもうダメだ、ちょっとこれ参考にならないよ。いやーしまった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 、しまくら千代子。いやもう最後ぐらい、これぐらい取れへんかな。いいとこ最後ぐらいあってもいいんじゃないですか。どう、いいんじゃない。もういいとこなし、いいとこなしでしたけども、まあスコアなんと182点。あんなに豪語したのにね。まあでも最後ねちょっとねスーパー内田さんになってしまいましたけども、まあ、その前のねあのストライク見てもらったら分かると思います。まあ、ちょっとねあの途中でのボールのこの紙で、そこがね滑ってるか滑ってないかでやっぱり奥のピンの飛び方がね大きく変わるなっていう感じがいたしました。中を投げるにはねやっぱちょっとカバーストップに弱いかなという気はしましたけどもね。まあまあまあもういいです、いいですいいです。皆さんそんなこと聞いてないでしょ。分かりましたよ、飲みますよ、もうアンパンサイダー一気飲み、ちょっとやりたいなと思います。いや悔しいな、悔しい、マジで悔しいな。これねこれね甘いんですよ、甘すぎるんですよ、私のようにね甘いんですよ。そんなことない、私は辛口です。いやそんなことないか、甘く甘いな。よっしゃ飲みましょう。いや甘いし炭酸なん忘れてました。この甘い炭酸嫌や、もうもう岡安さんねこんなん送ってきて、あ名前出しちゃった。はい、まあそんなところでもうなんかもう甘いあんパンや、あんもう口の周りがあんこだらけな感じがする。もうこんなんね二度と送ってください、どっちやすいんでね。はい、まあそんなところで今日は終わりたいなと思います。参考にはならなかったでしょうけども、まあねあの皆さん見ていただいて、まあ LINE 取り等をね、まあ、参考にしていて、参考になってないけどね。はい、まあそんなところで終わりたいと思います。はい、今回もなければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。